8月のシンデレラ9。はい、どうも、こんにちは。ガルネス8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、まあ、先ほどね、バレンタインイベントのね、あ、バレンタインじゃない、ホワイトデイイベントのね、まあ、動画出しましたけども、まあ、そのね、まあ、冒頭っていうか、まあ、バレン、ホワイトデイイベントを見る前に、まあ、お話ししたんですけども、まあ、不完全燃焼ということで、今日は、もう一本、ランキングの方をね、やっていこうかなと思います。はい。で、そのランキングはね、まあ、エロ系です。で、まあ、以前ね、その今年入ってから、まあ、ちょいエロぐらいの感じのランキングをやったんですけども、まあ、今回はがっつりと、もうちゃんとしたエロです。はい。なので、まあ、今年初のエロランキングといっても過言ではないと言ったところ。うん。で、今日やるその題材っていうのが、各8内キャラが、単体 AV、発売されたら、買いたいキャラランキングベスト5というものをね、やっていこうかなと思います。はい。まあ皆さんね、その AV とかってね、まあ見たことあると思います。うん、買ったことも、買ってみたことがね、ある方がね、まあほとんどだと思いますよ。僕のチャンネルは少なくとも。うん。まあね、女性はね、その AV ってなんかあんまりピンとこないと思いますけど、うん、まあ見るわけないんで、うん。まあでもね、AV っていうのは、この世にね、その必要なもののね、その一つだと思ってるんですね。僕的には。うん。っていうのは、そのまあ AV に限らず、そのエロい関連のものであったりだとか、そういう施設、まあ風俗であったり、デリヘルであったりだとか、まあそういう、まあ、エロい感じの漫画であったりだとか、そういうものが、もろもろ、この世から全部パンって消えた場合って、どうなるかわかります？いや、まあね、それがなくなるっていうことは、男性の性欲の吐け口が全くなくなるっていうことです。うん。まあ、女性とね、付き合ってるか、彼氏彼女の関係であったりだとか、その結婚している、まあ、感じの方である人以外は、まあ、性欲の吐け口っていうのが一切なくなるわけなんですよ。つまり、それがどういうことかというと、まあ、性犯罪が増えるっていうことなんですね。うん。だからね、女性とかでね、まあ、AV って聞くとね、なんか、汚らしいものっていうイメージがありますけども、そういうものがあることによって、まあ、今よりもっていうか、性犯罪がある程度は、抑えられているっていうね、まあ、働きもね、一応あったりもするのでね、うん、だもんでね、その、まあね、まあ、そんなにね、その、汚らしい目で見ずに、まあ、自分たちはこういう、まあね、汚らしいものがあることによって、ある程度は守られているんだなっていうね、認識を持っていただけたら嬉しいかな。八内動画で俺は何を言っている今日はそんなんじゃないんだよ。まあそんなんだけど、ほぼ。うん。で、まあそうそう。でね、そのまあね、AV、ま、皆さん見られたことがあると思いますけども、そのね、まあ単体ものってあるじゃないですか。まあ AV 女優さんであったりだとか、まあその単体もの。うん。まあ複数人出てるとかじゃなくて、もうほんと単体。で、まあそれが、もし八内キャラで、もうその単体のキャラ、としての、が AV が出た場合、まあ、誰を買いたいのかっていう僕のランキングです。で、これね、推しキャラ3人と、あとタコ、ライバルキャラは、無効と、まあ、中にはね、その入れないようにしてあります。うん。っていうのは、その推しキャラを入れちゃうと、上位3人がね、もうあの3人で固まっちゃうんですよ。それだともうランキングが成立しないので、まあ実質ね、その4番手のキャラが1位になるというような感じになりますね。うん。まあ、だもんで、その推しキャラ以外の、本校のキャラ、これをね、まあ対象とさせていただこうかなと思います。はい。ということで、ではね、発表していきましょう。前置き、変な前置きがね、すげえ長かったんで。はい。ではね、じゃあ行きましょう。第5位のね、発表になります。第5位に、選ばれたのは、内野手です。はい、内野手。内野手で選ばれたのが、はい、こちらの、委員長、月島ちゃんでございます。はい。委員長5位なんですけど、僕ね、5位はね、すげえね、迷ったんですよ。もう激戦で5位だけは。1、2、3、4位はね、のメンツはね、割とスッて決まったんですけど、5位はちょっと激戦すぎてね、
あれでもこのキャラ、んでもこのキャラもいいなみたいな感じのがあってね、うん、まああのだいぶ迷いました、ここは、うん、これが一番迷ったと言っても過言ではない。はい、ではね、5位の月島ちゃんの理由なんですけど、やっぱりね、その月島ちゃんって、まあ、あの、委員長、まあ、風紀委員で、まあ、あの、すごい真面目なね、あの、キャラクター、っていうね、まあ、あの、キャラ付けがあるんですけど、やっぱりね、その、そういうね、風紀が乱れることとは、もう無縁な人、じゃないですか。で、そのね、そういうのと無縁の人が、そうやってね、乱れているところ、を見るのはやっぱり僕的にはね、そのギャップがあってね、うん、もう僕ギャップに弱いんでね、ギャップがあってね、やっぱりその逆にそれ興奮するんじゃないかみたいなのがあって、いや月島ちゃんがやっぱいいかなみたいな感じで、まあ月島ちゃんをね5位に、させていただきました。うん、やっぱこのギャップですよね。もうそういうのと全然ね、交わりがなさそうな人が、その画面上でね、乱れているところ、ぜひね、見てみたいです。はい。では5位の月島ちゃんでございました。はい。ではね、第4位の、発表になります。第4位に選ばれたのは、ガイアスです。はい。続いてはガイアスですね。はい。ガイアスで選ばれたのが、はい。こちらの、花山恵美ちゃんでございます。はい、まあ花山ちゃんって言ったらね、まあ見た目通りね、まあギャルの、ギャルキャラなんですけどね、うん、まあ今ねギャルキャラって言ったらね、まあ着せ恋のアニメの着せ恋とかああいうのでね、まあギャルとかもねちょっと流行ってたりとかすんのかなとか思ったりもしますけど、うん、まあ僕ねギャルもねいける口なんですよね、うん、全然まあそういうジャンルのものもね、まあ普通に見たこともありますし、まあ全然悪くなかったですし、うん、まあギャルもいける口ですし、あとねそのまあ花山ちゃんって言ったらね、そういう清楚系のね、まあちょっと綺麗めな、ギャルなんですよね、うん、まあそういうまあギャルは僕好きでして、うん、まあそういうね清潔感のあるギャルというか、うん、まあちょっとねメイクからしても汚らしいギャルはねちょっと引いちゃう部分があるんですけど、花山ちゃんはねまあ別にそんなことがないですし、でまあね普通に、体型とかもエロいですし、まあおっぱいとかもねでかかったりもしますし、まあ僕は別におっぱいとかに大きさに関してはまあそこまで気にしないんですけど、まあ普通にエロいなみたいな、ギャルでまあ巨乳でエロいなみたいなところがあって、まあ僕は好きかなって感じ、うん、ギャル好きとしては。ただね、まあ AV を出すからには見たいのがルーズソックス、これ履いてほしいですね。うん、まあ普段花山ちゃんはね紺素なんですよね、まあ紺色のハイソックスみたいな感じの、なんですけど、まあそうですね、まあギャルであればね、まず僕の中ではルーズソックスは硬いんですよね。まあそれを履くことによって、まあギャル感が増すというか、まあよりギャルらしくなるというか、まあそういった状態で、まあやってもらえると、まあこちらとしてはね割と興奮するかなみたいなところがあるので、まあ個人的にではありますけど、うん、まあそういうのもあるので、まあ花山ちゃんですかね、見たいですね、うん、まあもちろんね、そのいつも履いてるね、コンソも履いたバージョン、そしてルーズソックスを履いたバージョン、ルーズソックスは僕の中では硬いので、まあそれは絶対履いてもらいたいというところ、うん、まあ履いてなくても買うかな、うん、っていう感じ。はい、ではね第4位の花山ちゃんでございました。はい、ではね、第3位の発表になります。第3位に選ばれたのは、はい、またガイアスです。ガイアス、はい、ガイアスで選ばれたのがどこだ、はい、いました、こちらです、倉敷ちゃんでございます。はい、まあ倉敷ちゃんもね捨てがたいよねこれね、うん、で倉敷ちゃんもそう、まあ同じなんですけど、これギャップですねやっぱり、うん、まあ、倉敷ちゃんはまあそうですね、うん、まあなんか妄想するとエロそうよね無礼とかね、うん、まあ一つ一つのプレイがなんか倉敷ちゃんらしからぬというか、うん、まあ5位の月島ちゃんもそうなんですけど、まあ倉敷ちゃんの場合はね、まあそれ以上にツンな部分がねすごいあるんで、うん、まあ、ツンツンなんで、まあ、そのツンツンなキャラがまあそうやって乱れているっていうのもすごいいいなっていう風に思ったんですよね、うん、まあなんかそういうね場面ではなんか違うね一面をね見れるんじゃないかっていうね、その期待感で、まあパッケージ見たらちょっと買っちゃうかなっていうところはありますね、うん、
倉敷ちゃんね。倉敷ちゃんは、あの、3サイズ的にはどうなのかな、あんま覚えてない。まあ、82、60、80、まあまあまあって感じじゃないですか。うん、まあ、別に僕、小さくても大きくても、まあ、基本的にはどっちでもいいんで、まあ、そこそこって感じですかね。うん。まあ、身長も158、まあ、160近いよっていう感じですよね。うん。まあ、全然ね、倉敷ちゃんはいける口ですね。うん、ぜひね見てみたいですはい、ではね3位の倉敷ちゃんでございました。はい、では第2位のね発表に行きたいと思います。第2位に選ばれたのは、はい、また外野手です。外野手が多いですね。外野手で選ばれたのが、はい、こちらの、ヒイラギちゃんでございます。はい、2位のヒイラギちゃん。うん、まあね、あの、僕ね、実言うとその八内、まあアニメ見て、で、まあ八内のこっちのゲーム版の方をね、あの、やったわけなんですけども、でね、どんな子がいるのかなっていう風にその八内キャラをその見ていった時に、まああのヒイラギちゃんって真っ先に、あ、この子いいかもみたいな感じで思ったんですよね、実は。うん、まああのっていうのは、割とね、そのタイプ、僕のね、その好きなタイプの女性像のタイプに、まあ割と当てはまってる部分があるんですよね、結構。うん、まああの、この見た目のね、そのまあなんていうの、雰囲気というか、この立ち絵の雰囲気だとか、まあすごい美人ですし、まああの、まあちょっと未亡人感あるけど、まあそういうのもなんかちょっとエロいなみたいな。うん、で、なんだかんだ3サイズとかも体型とかもなんかエロいし、あ、この子いいかもなーって思ったんですけど、まあ、ちょっとね、最終的にはしのくもちゃんになったんですけど、うん、最推しがね。うん、割とね、その、実は一番最初に目をつけた感じの子。なので、まあ、非常にね、こういう感じの、この乱れてるところを見れるっていうんであれば、まあ、それはそれでね、まあすごい興味があるなっていうところですよね。うん、ヒイラギちゃん。ぜひね、見たいところです。うん、まあ今回はね、その押し抜きの、ランキングなので、まあ押し抜きであれば、まあ全然入ってくるね、クオリティの、キャラクターなので、うん、まあぜひね、見てみたいなっていうところはありますね。全然お金出しますよ、ヒイラギちゃん。はい。という感じで、第2位のヒイラギちゃんでございました。はい、ではね、いよいよ第1位のね、発表になります。はい、第1位に選ばれたのは、はい、内野手です。内野手、はい、内野手で選ばれたのが、はい、こちらの、野崎ちゃんでございます。はい、あかねちゃんが映ってるからちょっと分かりづらいね。こっちにしときましょう。はい、野崎ちゃんでございます。はい、もうこれはね、もう八内キャラでの単体もの AV が出るって、まあ並べられたら真っ先に買うのは、まあ野崎ちゃんでしょっていうところ。うん、推しキャラ3人以外であれば。うん、まあ4番手、実質、まあこれが推しキャラ以外の実質1位っていうような感じ、のキャラクターです、僕の中では。うん。もう間違いないよね。もう体型エロいし、うん、まあ表情とか、まあ、顔つきとかも全然ね、好きな感じですし、僕の好みでもありますしね。うん。まあ、間違いないなっていうところですね。うん。まあ、見てみたいです。もう、率直に。うん。でね、できればね、その制服で、そういうことを、するときは、なるべくこの格好でいてほしい。うん。っていうのは、ニーハイソックス。これを履いた状態での、まあね、見せてほしいですね、プレーを。うん、まあまあまあ、だもんでね、まあ、このエロい体にニーハイソックス履きの絶対領域を見せていく。これはね、もう、盛り合わせがすごいなっていうところです。まあ、野崎ちゃんはね、もうほんとね、まあ、理由は多くはね、語らないです。うん。もう言わずもがなっていうところです。お察しの通り。まあ、そういう感じですよ。うん。まあね、水着のシーンなんかはね、まあ、セルラン2を、セルラン2桁、取ったね、まあ、超強力なシーンカードとかもあったりもしますんで、まあ、破壊力、エロさという部分の破壊力がね、もう、抜群にいいんですよね、野崎ちゃんは。それなのでね、もう、
そうですね、まあ一番見たいかな、推しキャラ以外だったら一番見たいし、まあ真っ先に手に取るのがこの野崎ちゃんの、まあ、ディスクかなって感じですよね。まあこれはもう間違いないです。はい、もう僕の中では文句なしの1位かなっていう感じですね。はい、まあね、皆さんね、まあ多分ね、推しキャラを見たいっていうのは、まあ多分一番にあると思うんですよ。それは間違いない。そう、僕だってね、このしのくもちゃんを見たいですよ、一番。3枚ぐらい買っちゃうかな。DVD とかね、まあブルーレイはね、そうでもないと思うんですけど、まあブルーレイ出てたら、ブルーレイ欲しいかな。DVD とかだとね、あんまりにも見ると、再生がなんか、できなくなっちゃうんですよ、これ。あんまり見すぎると、もう必要以上に見すぎると、いずれね、まあそれだもんで、やっぱそれが嫌だもんで、まあブルーレイも買いつつ、まあ DVD もちょっと買おうかなみたいな。まあそんな感じですよね。まあ推しキャラ以外だったら、まあどうでしょうなっていう考えも、まあ、考えてみると面白いですよ、それはそれで。まあ、僕の中では、まあ、推しキャラ以外であったら1位野崎ちゃん、2位ひいらぎちゃん、3位倉敷ちゃん、4位花山ちゃん、5位月島ちゃんというような感じになりました。やっぱりね、こう見てみると、まあ、野崎ちゃんは間違いない、枠として、まあ、やっぱりね、その特に倉敷ちゃんと月島ちゃんあたりは、まあ、ギャップ萌えを狙って、まあ、それで興奮するんじゃないかっていうね、その期待感があるので、まあ、欲しいなっていうところで、4位の花山ちゃんは、まあ、ギャル好きであり、まあ、ギャルもいける口なのでっていうところ で2位のひいらぎちゃんは、まあ、単純にね、まあ、見た目がまあ好きっていうところで、まあ、そういう、乱れたところもいいかなっていうところで、野崎ちゃんはもう王道クラスの、理由ですね。という感じ。はい、という感じでね、まあ今年初のね、まあエロがちょっと出すのが遅れちゃいましたけど、まあなんとかね、まあある意味そのしのくもちゃんの、失踪で失踪きっかけで今日出すこと、急遽出すことになったこのね、作ることになったこの動画、ぜひね、紳士の方たちはね、このエロトークにね、楽しんでいただけたら、まあ幸いかなって感じですね。はい、でまたね、エロいね感じの動画もね、また思いついたら、やっていきますんで、まあその時は紳士の方々はよろしくお願いします。他のそういう抵抗がない人は引き続き見ないようにしていただきたいです。はい、ということで今日はこんな感じで締めたいと思います。バイバイ。